こんにちは、粟田洋介です。雨の季節ですね。私は家でやりたいことがいっぱいあるので、外に出てびしょ濡れになるのは嫌なんですけど、まあ家にいるときは雨の日って結構好きです。で、今日もお家で絵を描いていこうと思います。最後グリーンをちょっと足しましたが、私は梅雨時のグレーの空の下の植物の淡いグリーンのある風景というか色合いが好きです。なので梅雨っていうとグレーに薄いグリーンの色合いを思い出します。なんかすごく綺麗だと思います。私は T シャツに絵を描くときに結構傘のモチーフって使うんですけど、キャンバスとか紙に描くときはあんまり描かないんですよね。なんかちょっとデザイン的に私が T シャツに絵を描くときに似てるんですけど、なんかこういうアクリル絵の具でキャンバスとかに描くと、なんか T シャツとかに描くときと違った雰囲気でできてきています。ではもうちょっと描き足して完成させようと思います。はい、完成しました。タイトルは雨模様のグリーンです。ちょっと金銀入れたので角度によって見え方が違うんですけど、まあさっきも言ったように梅雨の季節の植物ってなんか魅力的だなと思います。
まあ梅雨の季節じゃなくても魅力的なんですけど、季節とか、まあその時その時の天気とか、そういったものによって見え方が違って、なんかいいなと思います。私は子供の時から家で時間を過ごすのが結構好きなんですけど、なんか梅雨はまあ好きではありませんでした。でもなんかここ15年ぐらい、梅雨は梅雨で魅力的な部分もあるなと思うようになりました。まあ、植物とか、まあ、動物とか人間とかもそうですけど、水ってすごく大事ですよね。なんか何が言いたいのかわからなくなってきたので、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。